はい、皆さんこんにちは、まなみです。1947年、ヨルダン川西岸地区のクブラン地域にある11の洞窟から2000年以上前に書かれた800点以上にも及ぶ古文書が偶然発見されました。それらの古文書は現在はまとめて死海文書と呼ばれ、人類の滅亡と世界を救う2人のメシアについての予言が記されています。果たしてメシアとは何者なのでしょう。その衝撃の正体が最後に明らかになります。死海文書が語る人類の未来。死海文書はおよそ800点のうち約200点が旧約聖書の写本で、あとの約600点が旧約聖書には書かれていないユダヤ教の外典や義典などです。その600点の中には光の子と闇の子との最終戦争や未来の人類の破滅などの予言が含まれています。神の民に救いと栄光が訪れ、闇の民たちには破滅が訪れるであろう。世界から不平等が消え去り、闇の民の権利は全て消え去るであろう。キッティームによる支配は終焉を迎える。光と闇は天使の助けを得て戦いを続けるが、神は光の子に微笑むであろう。一般的に光の子とは聖書を基本に生きるキリスト教徒であり、闇の子とは悪魔に支配されて生きる人たちと解釈されています。確かに人間の社会ではまさに悪魔に支配されているかのように、他人を騙したり傷つけたりして利益を貪ろうとするものが存在します。特に現代は新手の詐欺やインターネットを使った犯罪などが横行し、どこの誰かもわからない犯人から犯罪のターゲットにされてしまう時代です。また予言の中のキッティームのように、一部の権力者が裏で世界を牛耳り利益を独占しているという噂も時代を超えて囁かれ続けています。戦いの書と呼ばれる一編に記されたこの光と闇の最終戦争は、近い将来に勃発が懸念されている核戦争を予言しているのではないかと考えられています。そして核戦争が勃発したら、わずか6時間で1億人以上が犠牲になると言われているのです。世界から不平等が消え去り、闇の民の権利は全て消え去るであろうとは、核兵器で世界中が破壊し尽くされることで全てがまっさらな状態になり、悪事で利益を得ていた者たちが一掃されるという意味に受け取れます。またキッティームによる支配は終焉を迎えるとは、世界を裏で操っている者たちが権力を失うという意味なのでしょうか。しかし実際には、核兵器が使われたら被害を受けるのは悪魔に支配された人間だけではなく、多くの人々が巻き添えになることでしょう。それはまさに死海文書に記されている光の子と闇の子の最後の戦いが起き、世界は破滅へと向かうという予言の通りです。悪が滅びるだけではなく、同時に世界が滅亡するというとても絶望的な死海文書の予言は、その一方で最終戦争の時に2人のメシアが現れると語っています。死海文書の予言は一見すると荒唐無稽に思えますが、実は戦争が起きるとされる具体的な年なども割り出すことが可能で、書き記した人たちは未来を予知する能力を持っていたとも言われているのです。果たして死海文書を書き残した人たちとは何者なのでしょう。そしてなぜ未来のことを克明に知ることができたのでしょうか。死海文書を書き記した人々。死海文書を書き残したのは、紀元前2世紀から1世紀にクムラン地域に住んでいたユダヤ教の教派の一つ、エッセネ派の人々と考えられています。エッセネ派はクムラン教団とも呼ばれ、ユダヤ教の教義を最も厳密に継承した一派です。彼らは世間一般との交わりを避け、独自の信念と戒律を持ち、農耕を行いながら非常に禁欲的で厳格敬虔な宗教生活を営み、ユダヤ教の経典の研究に生涯を捧げていました。
そして信仰に全てを捧げる生活を送っていたエッセネ派の信者の中には、過酷な修行や瞑想に励んだことで超人的なパワーや未来を見通す予言能力を身につけた人たちがいたと言われています。現代でも瞑想などを行うことで宇宙と交信したり、工事の存在からメッセージを受け取る能力を身につけた人が存在します。また弘法大師空海が中国で学んだ密教や日本の修験道などでも、厳しい修行を行うことで神仏に近づき、神通力と呼ばれる様々な特殊能力を得られると考えていることから、エッセネ派にも厳しい修行の末に特殊な能力が開花した人がいた可能性は高いと思われます。予言ではユダヤが一つになった70年後にユダヤ民族と多民族が40年にも及ぶ戦争を引き起こすと記されています。ユダヤが一つになった70年後とは、1948年のイスラエルの建国から70年後と考えられ、つまり2018年のことです。そして5年の前哨戦があり、6年の準備期間の後、29年の戦争が起きて世界は終末を迎えるとされているのです。そしてこの戦争の際にアロンのメシアとイスラエルのメシアの2人のメシアが現れると予言しています。それぞれのメシアの正体については様々な説がありますが、イスラエルのメシアについては聖書を知らない東の国から現れるという記述があることから、日本から現れるのではないかとも言われています。司会文書が29年間の戦争が始まると予言している年まであと数年、できることならば予言が外れ戦争が始まらないことを願いたいものですが、救世主となる2人のメシアは果たして世界のどこかにすでに存在しているのでしょうか。いくつかの説から見えてくるアロンのメシアの正体、果たして2人のメシアとは何者なのでしょう。アロンのメシアについては出エジプトや十戒の伝説で知られるモーセの兄のアロンの末裔で、クムラン教団に所属するユダヤ人であるという説が一般的です。しかしながらクムラン教団は紀元68年頃に消滅しています。別の説ではアロンのメシアはロスチャイルド家の人物であると言われています。現在の金融システムの基礎を構築し、裏で世界を牛耳っているという噂が絶えない一族ですが、アロンのメシアと結びつけて考えられているのはユダヤ人であることが大きく影響しているでしょう。ロスチャイルド一族は、一説では箱舟伝説で知られるノアの孫にあたるニムロドの子孫であると言われています。また別の説ではフリーメイソンのメンバーの中から現れるのではないかとも噂されています。そしてその人物はモーセの兄のアロンの末裔だとも。いくつかの説に共通するアロンのメシアの特徴を整理すると、強大な権力を持つ謎に包まれた組織の一員、ユダヤ人もしくはユダヤを起源に持つ人物、聖書の登場人物の末裔という人物像が浮かび上がります。ただし司会文書ではアロンのメシアはあくまでも表のメシアを補佐する裏のメシアだとされています。それでは表のメシアであるイスラエルのメシアとは一体何者なのでしょうか。イスラエルのメシアの可能性を持つ人、先ほどお話しした通りイスラエルのメシアについては聖書を知らない東の国から現れるという司会文書の記述から日本から現れるのではないかとも言われています。日本にもキリスト教は伝わっていますし、クリスマスは季節のイベントとして完全に定着してはいるものの、聖書の内容についてはいくつかの有名な物語を知っている程度で、きちんと読んだ経験のある人は少ないでしょう。そういう意味では日本は確かに聖書を知らない国です。一説ではイスラエルのメシアは日本の天皇家から出現するとも言われています。そして驚くことに天皇家のルーツはユダヤにあるという説が存在します。その説によれば初代の神武天皇の正体はダビデ王の血を引く南ユダ王国のインマヌエル王子だというのです。
インマヌエル王子の父ヒゼキヤ王は隣国の北イスラエル王国の滅亡を目の当たりにしたことで南ユダ王国の行く末に不安を覚え、信頼する預言者のイザヤに今後について相談しました。そこでイザヤから受けた助言に従い、息子を国外に逃がし、インマヌエル王子一行は1年以上の旅路の末、日本にたどり着いたというのです。やがて成長したインマヌエル王子は、九州から近畿地方に向かって進軍し、神武天皇となって大和朝廷を開いたのだと。古事記や日本書紀では、神武天皇の両親は共に神様ということになっていますが、これは本当の両親がわからないということを表しているようにも考えられます。そして初代の天皇の起源がユダヤにあるのだとすれば、その子孫である後の天皇たちもユダヤの血を引いているということになります。また以前から日本とユダヤには不思議な共通点がいくつもあることが知られていますが、その多くが天皇や皇室にまつわるものであることも興味深いところです。インマヌエル王子の脱出の際には契約の箱アークも一緒に運び出されたと言われています。その中に収められていた3つの神宝は、皇位の象徴として歴代の天皇に受け継がれてきた三種の神器であるとの説が根強く唱えられています。三種の神器は、十戒が刻まれた2枚の石板が八田の鏡、アロンの杖が雨の叢雲の剣、マナの壺が八坂にの勾玉にそれぞれ相当するのだとか、また実際に八田の鏡を見たことがあると語った人物のうちの何人かは、鏡の裏面にヘブライ文字が刻まれていたと語っており、その起源がユダヤである可能性が高いことを物語っています。さらにアークには超自然的な力があり、神と人間との通信機器として使われ、敵と戦う時には強力な武器にもなったと言われています。戦争を終わらせ人々を救うとされるメシアにとっては非常に頼もしいアイテムと言えそうですね。日本の天皇家は一つの血脈で現在まで続いている世界で唯一の王家です。それだけでも天皇家は他に類を見ない特別な一族であることがわかりますし、メシアを輩出する可能性も考えられるでしょう。とはいえ現在皇族に列せられる方々からイスラエルのメシアが現れるのかと考えると、それはさすがに無理があるようにも思えます。実はインマヌエル王子イコール神武天皇の遺伝子を受け継ぐ人は皇室の方々だけとは限りません。明治天皇の代まで男性天皇の多くには現代とは違って複数の妻がいました。そのため子供の数が桁違いに多いことも珍しくありませんでした。天皇に即位できる見込みのない王子皇女の中には、皇族の地位を離れ親戚に降嫁する者も多くいたのです。天皇の子である彼らは宮廷で高い地位の官職を得ていたものの、孫の世代になると中級役人程度になり、ひ孫の世代になるとほとんどが消息不明になっていたとか。そうだとすれば、現在は一般庶民として暮らしている日本人の中にも、本人も知らずに天皇の血を引いている人はかなりの数で存在する可能性が考えられます。そしてそれはユダヤの遺伝子を受け継いでいるということでもあります。日本から現れると言われているイスラエルのメシア、その正体はもしかしたらあなたの身近にいる誰かなのかもしれません。2021年3月、視界西岸に広がるユダヤ砂漠の岸壁にある洞窟から65年ぶりに新たな視界文書が発見されました。中身は旧約聖書の十二章預言書の一部で、ゼカリア書の8章16から17節がギリシャ語で書かれていたとのこと。調査はその後も続けられており、さらなる発見が期待されています。しかし私たちが本当に知らないとならないのは、予言されている最終戦争を回避する方法ではないでしょうか。視界文書を書き残したエッセネ派の人々には敬意を払いつつ、予言を的中させないための努力を今からしていきたいものですね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。